皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲコちゃんです。消えました。結構ショックっすね。タイトル通りなんですけど、飯玉で獲得した、あんだけ自慢した、10冊はいかないけども7、8冊あった整形の書、今日動画にしようと思ってたんですけど、12時1分にあれ?と思って見たら全部消えてました。今日誰かのせいじゃないですよ。全部自己責任、自分の責任なので、この失敗を誰かにぶつけることはできないので、今すごいやきもきしてます。何だったんだよ、飯玉。飯玉って何だったんだよ。俺の飯玉は特に。ただ引いただけじゃねえかよ。バカじゃねえのか、俺、本当に。ということで、線形の書。まあ、超線形解放。この線形の書じゃなくて、その下のやつね。全部消えた。記念で。ミッドナイトパーティー弾いていきたいと思います。24% ってことなんで結構当たるんじゃないかなと思ってます。はい、いやテンション上がんないよこんなの。いやきついよ、このシングルね。 24% もこれも当たってほしい。ちょっと俺のテンションを戻してほしい。頼む、マジで。ここら辺当ててくれればさ、少しはちょっと明日が見えるから。そういうとこだからな、 X ブラック。お前そういうとこだからな。こんなカカシ先生のパクリみたいなキャラクターをこのタイミングで出す、そういうとこだからな。いざ参れ、ストライクショット。許されないよこんなの。さあということで10連いきましょう。欲しいキャラクターは何なんだろうな。何なんだろう。もうね、線形の章が頭に入っちゃってて、ずっとぐるぐるぐる線形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 言ってるんだよ。きついだから今。もうやりにしなかったっけ。こんな感じ。本曲リーチはかかってるキャラはいるけども、まあ別にさほどって感じかな。見ていこう。やばいって、まさかだよ。まさかこんなことになると思わなかった。そうそう、24% マジで頼む。アルビダ、あれアルビダって結構上いなかった。あ、まあ意味ないけど運極になったね。重心化してないから意味ないんだけど、ありがとう。それはまあ運極数にはなった。猛勝力にはなってない。もうなぜならもうすでにこの進化形態の運極を持ってるから。でもちょっと嬉しいじゃないか、運極数にはなったからね。はい、さあ 24%。 まあでもちょっと2体はちょっとしょっぱかったかな。4体ぐらい当たると、まあ、実感できるよね。わがままかもしんないけど、わかるでしょこの気持ち。家康か、孫昌公。あ、悪くないんじゃない。あれって24%一緒じゃん。24%一緒じゃん、やってることが。ストライクショット、ダメだ。今日はね、多分テンション上がんない。ギザーニャめっちゃやってるんだけど、普通の進化形態運極にして、今神化の方も運極にしようとしてるところなんだけど、ちょっとテンションがちょっと下がる。今日一日だけは許してくれ。今日一日だけはマジで
線形の章を引きずらせてくれ。うん、7冊8冊なくなったからね。なんだったら、まあ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 、髪の毛長いのか短いのか分かんないですけども、引いていきましょう。いやーマジかよ、線形の書ってめちゃくちゃ手に入んないじゃん。マジかよ、もう自己責任、もうさっき言った通り自己責任だけども言わせてくれ、自己責任だけど言わせてくれ。なんで有効期限あるんだよあれ。別に一生使えるわけじゃないんだから、一回持ってれば。別にさ、期限いらなくないあれって俺思うんだけど。何の期限、なんであの期限があんの。いらないでしょあの期限。消せあの期限。ああ俺みたいな被害者出るから。そういえばいらないでしょあの有効期限。何のためなんだあれ、意地悪だろあれは。え、別にいい玉で獲得したって書いてないんだから、いいじゃないのそこは。優しくしてくれても、ちょっとした優しさをさ添えてくれてもいいじゃないの。爆死してんじゃないよこのタイミングで、喋ってんだからこっち今。一輪の花をさ荒野にさ添えてくれても、咲かせてくれてもいいんじゃないの、エクスフラッグさん。そこは何だったんだよ本当に、いい玉何のために引いてたんだよ俺あれ。一生懸命リセットかけてさ、驚かねえよその2回転。確定演出よりも線形の書がなくなったことの方がビッグ。バカ、なんだ和義お前、なんなんだ和義お前は、カッコつけやがって。いやカッコいいけどさ、和義もぬらさもカッコいいけどさ、完全に指さして笑ってんじゃん和義が今。モンストもやってないと思うけど。あ待って、メタトロンか、不幸中の幸いだね。なんかいやちょっともう、あのね、ショッキングアナザーデイだよ今日は。よくわかんないけどマジで落ち込んでる。うん、そうか、これぐらいにしとくか。星玉もちょうどたまるし、テンション上がんねえし、今日一日は落ち込ませてくれ、せめて。めちゃくちゃダッキ出るな。ありがとな、カエサルもありがとな。うん、カエサル。みんななんかこう慰めてくれてありがとな。みんな登場してさ、慰めてくれてるんだろ、ありがとな。アリババの肩に乗ってる白いの、白いのっていうキャラクターなんだけども、お前結構押されて商品化したけど大して人気出なかったな。バイバイ。